公演するロンドンコロシアムでーす。大事件発生です。この子が最大のお守りな気がするな。あ、そうだね。初めての海外へ行きます。ドキドキだな。うん、ここまで来たら楽しみになってきたの。ね、そうだよね。飛行機とか時差ボケとか不安がいっぱいだったんだけど、うん、動き出したら楽しみです。そうだね。もう旅行だと思う。うん、俺も旅行だと思って、だからもうケチらずたくさんお金を使ってたくさん美味しいものを食べて、はい、幸せな毎日を過ごしましょう。はい。うちの子とっても優秀です。今のところ、はい、はい。みんなに可愛がってもらって。本当だよ。おお、すごいすごい。団体、この荷物量。おはようございます。ロンドン時間で昨日の夜22時ぐらいにようやくホテルに着いて、寝たりしたんですけれども、まあとにかく息子の時差ボケ、もうこれがやっぱすごくて、夜中の2時から朝5時ぐらいまで全然寝てくれなくてですね、今朝6時半ぐらいなんですけども、お散歩してようやく寝てくれたという感じでございます。まあ赤ちゃんもね、もうわけわかんない、もう本当にハイになる時間とかがあって、もうわけわかんなくなっちゃってて、なんかすごいかわいそうだなと思ったんですけど、まあ今ね寝てくれてるんで、で今ほんとすぐ近くのね公園に来たんだけど、リスさんがいっぱいいるんですよ。リスがなんか食べてる。あー、リスがリンゴ食べてる、かわいい。ハロー、グモニー、ナイスミーチュー。お疲れ様でございます。お疲れ様です。ロンドンに来て初めての外食なんですけど、ね、貸し切りですね。変な時間だからね。そうそう、今ね4時、4時か。で、ステーキ屋さん、とにかくもう昨日もう疲れすぎて、2人ともなんか本当にバナナっていうか、もうバナナの皮みたいなバナナを食べて寝たからね。で朝も、まあ、息子が時差ボケでちょっとグズグズすぎて、とてもじゃないけどこう外食行ける感じじゃなくて、で今千と千尋のチームとこのホテルのあたりをツアーして、スーパーがあったり薬局があったり、百均みたいなところがあったりとかね、そういうのをこう見た後にようやく、はい、ご飯ですからちょっと贅沢をしましょう。はい、ちょ、布はもうお腹すきすぎて水分取りたい。でかいビールでかい。これいくらなんだろう。もういくらかも分かんないけど、もうとりあえずね、やばくなんかベロベロになっちゃうよ。乾杯しよう。アサヒスーパードライ。ね、こんなにさ、ビール飲んだことある？あるわ、おい、酒豪だぞ俺は。ね、こんなに飲んだらさ、もう爆睡でしょ、今日。いやー、今日爆睡だろうね。でもね、時差ボケが待ってんで、もうすぐ起床されますよね。で今夜だと思ってるもんね。そうだよ、夕方の4時だけど、この子はもう夜だと思って爆睡中だもんね。日光浴びて、うん、ちょっと昼を感じてもらったんだけど、うん、耐えきれず爆睡中なんで。もう昨日初日着いてから今朝にかけて、夜12時から朝5時ぐらいまでの間、もうフルマックスで動いてたもんね。そう、私行く前にさ、ガタガタずっと言ってたから、ブルブル、時差ボケ怖い、1週間怖いって言ってたのが、こういうことか。そうだね、あなたすごいね、ちゃんと調べて。俺はあんまり調べてないからさ、その時になんないと感じなかったけど、だからもう俺はもう申し訳ないけど、昨日の飛行機の中とかもちょっとこう頑張ったから、うん、パンちゃんも頑張ってたけどね、うん、自分の仕事もあって頑張ったから、もう寝かせてもらおうと思って、ちょっと対応を正直任せっきりになって、
でもあまりに寝ないからもう朝で散歩連れてってようやく寝てくれたけど、これね、大変です、時差ボケ。一つなんかちょっと嬉しかったことがあって、今日ほら千と千尋のメンバーとみんなでさお散歩をしたじゃん、リサーチで、その時にさんざんぐずってギャーって泣いてたのに、みんなの前集合場所に来た瞬間に泣き止んで、みんなにこうちょっとまあ笑顔こそね今日はさすがになかったけど、こうなんかでしたのがなんかこう救いだったり、この子多分愛想いいんだなやっぱりって改めて思ったのがね、ちょっと俺的にはすごい嬉しくて、うん、やっぱ家にいるとさどうしてもお父さんお母さんで甘えちゃうのからさ、もうずーっとすごかったじゃん、だからちょっと気が紛れたんじゃない、本人も刺激があってね、たくさんの人に触れさせるっていうのは生まれた時からさせたいなと思ってたけど、うん、やっぱそういうのも含めて連れてきてよかったなってもうすでに思ってるから、本当にあのこの決断に一緒にね、うん、こう踏み切ってくれたタンちゃんにはすごく感謝してます。いやいや、来させていただいてありがとうございます。こちらこそです。あ、とりあえず飯を食いましょう。はい、はい、食べさせてくれどうぞどうぞ、いいよ、俺勝手に撮ってるだけだから食べて。これ何ですか、トマトのブルスケッタだって、こんな1枚になってんだ。え、これ日本だと手で食べるけどこれちょっと違うね、手じゃないね、きっと。あ、食料ね、震える、手が震える、カイジじゃん手が震えるぜ。うん、美味しい、うん、しょっぱいもの求めてましたね。肉だ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 、イエーイ。これはね、ハリーポッター、これ常設劇場なんかな、あんの建物ごと作っちゃったってこと感じよね。はい、すごいわ、なんか、あ、写真撮っとこう。来ました、私たちが公演するロンドンコロシアムです。すごいよね、ここでなんかもうちょっともはや面白いなえ、すごい、すごくない？ただいま、うしいねーしいね大事件発生です。担当直入に言いますと、はい、炊飯器が使えませんわざわざ持ってきたのに、今日、うん、朝5時ぐらいか寝れなくて、うん、まあ、ちょっととりあえずお米炊こうと思って、うんうん、わざわざイギリスのために買った小さいね、うんうん、アイリス大山さんの、うん、もう素晴らしいであろう炊飯器ですよ、うん、変圧器をね、うんうん、通してもちろんあのコンセント入れて、うん、やったらなんかどうもね調子がおかしいと、うんうん、炊飯ができないってなって、うん、でいろいろその変圧器の会社のやつとか調べたりして見てたんだけど、うん、変圧器がランプの緑赤ってあるんだけど、うん、ずっと赤が点滅してて、うんうん、で緑が正常なの。あ、そうなんだ。そうで赤がついてて、うんうん、なんでだろうと思っていろいろ調べたら、うん、この変圧器がぶっ壊れないように自分で自己制限をかけてんだって、うん、そうなんだ。赤ランプがついてる時ってことは、もうじゃあ炊飯器がおかしいってことだよね。でね、調べたんですよ、うん、そしたら、なんかね、100ボルトを超える日本で作られた炊飯器は、うん、変圧器を通してもダメなんだって、うん、あ、そうなんだ。日本政府が出してるなんか資料にそれ書いてあって、うん、はで変圧器あればもう最強だと思ってるからさ。なるほどね。いやでもたまにあるのよ、うん、ヨーロッパとか行った時に調べたら絶対ボルトは大丈夫なはずのヘアアイロンが使えなかったりとか、変圧器通してる、うん、だからもうお米は炊飯器ではもう炊けません。待って待って、鍋で炊くつもり？そう、もちろん。マジ？いやでも簡単簡単、全然それは簡単、ちょっと見てなきゃいけないってだけだけど。そうなの、炊いたことないよ人生で。鍋で炊飯器でしか炊いたことない。息子の時差ボケの次はですよ、炊飯器が使えないと。よかったね、のため。お
かゆも一緒に作ろうと思ってたんだけど、万が一のために一応フリーズドライのお米を持ってきてたから。まあでもそれこそ鍋で使えるんで。やったことない鍋で。お米はね。で米もね、うん。見てこれ。欧州産コシヒカリ、夢錦、うん。この味のね、うん、レビューというかリポートもちょっとしたいんで、まあ、鍋では炊こうと思ってます。え、じゃあさ、もうその次来る時も日本の炊飯器ダメなんだ。日本産の炊飯器はもう海外仕様に作られてるやつじゃないとダメ、うん、そうなんだ。か、もしくはこんなガッツリな変圧器じゃないとダメ。まあ、そっかそっか。今使ってる本当に旅行用ぐらいの変圧器だと、うん、ちょっと ね勉強になったね。勉強になるね。でももう結構勉強になっててさ、その紙おむつもさ、うん、4パック持ってきたけど、うん、今度持ってこないでしょ。安かったよね。あの日本とそんなに変わんなかったね。うん、でちゃんとパンパースとかねあるし。そうそう、うん、って思ったら次回荷物少ないよね。だいぶ少ないね、うん、下手したらスーツケース1個分ぐらい少なくいけるかもね。あとロンドンって、まあ、聞いてはいたけどベビーカーにはなかなか大変な街で、うんうん、あの全部さ自動ドアじゃなくてこう手で開けるドアだったりとかで段差もすごいあるから今日すごい大変だったよ。大変だよね。もうベビーカー自分で持って2段上がって開かなくて店員さん出てきてくれたけど、うん、しかもやってなくてもうチーンって感じだったけど、うん、でも聞いてはいたシリーズで言うと、うん、確かに子供に対しての目線とかめっちゃ優しい、うん、優しい。あーで、キュート、ビューティフォーとか、うん、めっちゃ褒められる。ハイベイビーって絶対ね、言ってくれるし、うん、で、うまく注文もできなかったりさ、うん、これはたった今、ケンタ行ってきて一、うん、人分のセットを頼んだつもりが、うん、なかなかレポートねえねえねえ、多い。え、これ一人分なの？あ、違う、なんかボックスで来てんな、これ。なの？6個入ってるね。1人分って言ったの？ワンセット、なんかね。あ、ワンセット？だからそう、ファミリーセットみたいに頼んじゃったんだな。あ、でもね、私お腹空いてるからちょうどよかったよ。ケンタ、そんなに難しかった？よくわかんない。しかもさ、こっちってさ、ここにメニューないじゃん。あ、こっちにメニューはあるけど、ここにメニューがない。なるほど。から、こうやって頼めないんだよね。あっちのかなとか言って。ほんで、見てると、うん、並んでると思われて、うん、なんか早くみたいな。あ、そっかなんかあんまりやっぱ日本人が出ちゃうからさ、あんまりこうさ堂々と待てなくてさ、うんうん、すぐちょちょちょって行こう。あーんとか言って言っちゃうんだよね。無事くそ。ファイヤーはいけたよ今日。ファイヤーいけた。ファイヤーはディスワンディスワンでいけるから。そうなのよ。ディスワンディスワンディスワン。そうなの。そうそう。でも楽しい。なんかいろんな発見があって、あとなんか毎日毎日自分自身がレベルアップしてってる。レベルアップしてない。私多分 Uber とかでさ、運転手さんに話しかけられてもはあって一人困ってたけど。ちゃんと会話しないと。いや、できないできない。だって運転手さんがさ、あのバイシコ面白いみたいな感じで、うん、なんか知らないんだね彼、あの交通ルールみたいなことを多分言ったんだけど、ねえへへへって言ってて、へへへってって思った。なんか今回この子がいるから心配みたいなの思ってたけど、この子が最大のお守りな気がするな。あ、そうだね。あ、一緒にいることでなんか周りの人がすごく優しくしてくれるから、うん、なんかヘラヘラできるねこっちが、うん、君の、はい、君のおかげです。君のおかげでロンドンの皆さんが優しくしてくれてます。ということで、本日がロンドン3日目。え、3日目か。4日目、3日目です、はい、皆さん、チャンネル登録、高評価お願いします。あ、Please、チャンネル Bye See you next わかんないんだ。